はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病、闘病生活の気晴らしに自宅から動画を配信しています。この動画でね、僕みたいに白血病やがん、その他病気になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、そのお友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。今回は、今日は制限についてなんですけども、今までは食事制限の話ばっかりしてたと思うんですけども、他にも制限っていろいろありまして、今日はね、衛生面についてね、衛生面の制限について話していきたいと思います。衛生面の制限って言っても、普通に、清潔にしましょう、清潔なところで言いましょうねっていうところなんですけども、先ほどね、ツイッター見たら、とあるツイッターの投稿者の方が、子供ちゃん、多分1歳か2歳ぐらいの子供ちゃんの、まあ、後ろ姿なんですけどね、公園の水たまりの上で、両足をバチャ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 ってこう、足踏みみたいな感じで楽しくもう遊んでる4秒5秒ぐらいの動画を見つけまして、それをこう携帯で見ててもう大爆笑してしまって、嬉しくて、もう楽しそうやな、これ絶対楽しいじゃん今こいつって思いながらね見てたんですよ。これうちの子供たちも絶対やるよな、水溜りとか好きやな、一緒にしたいな、ニトロンか遊びしたいな、できへんなっていう感じなんですよ。何が言いたいかというと、衛生上不衛生なところは僕は行ったらダメよってなってるんですね。だから子供とロンコ遊びもできない、公園も行けない状態でございます。砂場で遊びたいなと思っても、砂の中にはなんかいろんなこうカビ菌とかがねあったりするらしいんです。工事現場の粉塵が舞うようなところも行ったらダメよって言われてます。なのでね、まあそういうね、まあ汚いというか、そういう、まあ、衛生的に綺麗じゃないところはもちろんいかんようにしますけど、その子供と遊ばれへんっていうね、制限がちょっと胸が苦しいなっていう感じでございます。ね、早くもう遊んでいいよとかいうふうに言われる先生にね、制限解除になったら、もちろん海も行けますし、プールも行けますし、まあでも海とかプールやったら紫外線がね、きついから避けてくださいって言われると思いますけどもね、え、そういう制限もあったりするんです。だから僕だけじゃないな、迷惑かけてるような子供にっていう風にね思っちゃうんで、早くっていうか、まあ頑張ってね、この治療を続けて制限解除を先生に認めてもらうようになったらいいなと思っております。今日はそんな感じです。さまざまなね制限があるんですけどね、生きていきにくい状態ですけども、まあそんな中いろんな楽しみを見つけて日々生活してますんで、今後とも応援よろしくお願いします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。